皆さんにクオカードをプレゼントという。あーやったー、すごいよ。なんかね、プレゼント写真撮りたい。あー出た曲。あー行こう。よかったの丸丸やってみた。はい、というわけで、はい、今回は何をやるかと言いますと、はい、30分私たちがアマデジを打って当たったら皆さんにクオカードをプレゼントという、ね、皆さんに感謝の気持ちを込めまして、はい、ありがとうございます。いつもいつも、はい、今回ですね、2018年最後の配信ということで、はい、早いね、悲しいですね。何悲しい、早し何で悲しいの、しかも悲しいと早いがちょっと混ざっちゃったなんで悲しいのそうですね、早くて悲しいんだね。なんかね2018年が終わっちゃうだなって思っちゃう。でも早いよね、この前だって出会ったって感じですもんね。何が2人があ5年ぐらい前だもん、はい、5年ぐらい前に出会ったっていうそのくらい本当時が経つのが早い。そう、早くてね、もう2018年終わりかっていうのにびっくりしておるんですけれども、はい、今回もう本当に皆さんに感謝の気持ちを込めまして、はい、還元型の実践をねしていきたいと思いますんで、皆様にできるだけ多くのプレゼント、はい、クオカードをですね、はい、お届けできるように頑張りたいと思います。というわけで実践行ってきます。今回宇都大が大海4のアグネスですね、はい、これちょっとね、大当たり確率が約119分の1で30分でやるにはてか有利だけどね、まあ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 2018年出た台ということで、はい、こちらの方でなんとか皆様に還元できるように、はい、とりあえず実践の方スタートしていきたいと思います。いきます。大当たり確率が約119分の1の、はい、ユーデージータイプですね。で、まあでも大当たり確率は99分の1ではないにしても、流れはいつもの海物語のゆえパチと同じで、突入率が 100% の ST タイプで、 ST 回数がちょっと多くて10回転まで計測して、電サポがね今回やっぱ多いんですよね。最低でも40回、奇数使いで当たれば最低でも40回、奇数で当たれば最低でも70回、はい、で16ラウンドで当たると100回という感じになってます。一度海ポコリンで打ちましたよね、うん、そうだよね、私一回も当たらなかったっていう懐かしいありましたけど、それももうでも 2,3 ヶ月ぐらい前になるので、そう、またやっぱ早いですよね。早いよね、だって夏の始まりぐらいだったよね、はい、そうですね、最初に撮影したの今日が、まあ、今日はちょっと違うんですけど、今配信されてる日が12月28日ということで、ね、あともうちょっとで2019年になるわけですよ、ね、だってオリンピックなんてすごい先の話だと思ってたら、もう あと2年ですか。そうだよね、早いよ。ちょっとなんかあれですね、来年再来年あたりは何かが起こりそうな年ですね。まあ、平成も終わるし、そうだね、いろいろな激動の時代がそんな感じするよね。なんかちょっと楽しみな感じはあるんですけど、ちなみに、クオカードなんですけど、はい、あ、はい、とにかく大当たりを、はい、初当たり受けたら5枚プレゼント確定します。1人大当たりすると、はい、5枚5枚ですね。なのでその初当たりでゲットできるクオカード1回フェアリーと私が当たると10枚10名様にとりあえずプレゼントが確定します。はい、そしてさらにその初当たりで当たった時の図柄で枚数も実は変わってきまして、はい、なんと図柄の数字分また増えるというプレゼントできるクオカードが なので7、15で当たると7枚プラス、
だから初当たりを取る7で当たる、それだけで17枚、はい、プレゼントということになります。そしてこれは当たんなくてもいいんですけど、魚群を出せればその時点で1枚追加という形になるので、結構意外とね可能性が幅広い。そうなんですよね、まあ、とりあえず1回当てればっていう感じはありますよね。1回当てることが大事ですよ ね一応119分の1だからさ、ちょっと当たりにくいじゃんね。まあアマデジよりかは、そうそうそう、だから本当にラッキーが起こるかどうかって感じ、まあ、特にあの出玉とかも関係ないので今回はね、とにかく初当たりを引いたもん勝ちですよ。はい、行きましょう。だから30分なのでね、結構厳しいかなっていうのはあるかもしれないですけども、頑張ります。ちょっと分回していこうかなと思います。ポコミさん、来年の目標とかってあるんですか？だね、自分の好きなことをする。あー、いいですね。それがでも一番かもしれないですね、自分の好きなことをやっぱりやっていきたい。本当に私もそうかもしれないです。好きなこととか好きな人と、そうね、そうだよ、はい、そう、好きな人と仕事がしたい。なんか人生一度きりだなってやっぱ思うので、本当にそうだから、行きたいところに行けて、時間もあって有意義な仕事ができたら、そう、心の充実もできるように、こう仕事は大変なものだとは思うけど、本当にやりがいももちろんのことも、なんだろうね、そうですよね、本当にこれだみたいなことをやりたい、そういう風にシフトしていきたいですよね、うん、本当にあっという間ですもん ね結構なんでかわからないんですけど、いや移動が多いからなのかなっていうのも思ったんですよ、この仕事だから。あ、移動多いよね。だからすごく時間が、1日の時間がそれだけで終わってしまう時もあるので。確かにそうだよ、すごく早く感じましたもん。早い。ちなみに、はい、チャンス名聞いて、あ、これはいいと思う。チャンス来てる、チャンス来てる。あ、いいいい、すごくいい、これチャンス、チャンス目の方がいいな、もう一回リーチよりも。あ、リーチだ。あー、あー、まだよ。ここで5分だったら、まあもちろん1枚ゲット。とりあえず魚群さえ出りゃよかった。うわ、でも弱い弱い、きついか。あー、ダメだった。魚群だったらよかったな。ダメですね。会話ってないですね。これで何も起きなかったパターンを想像すると、いや、2人とも当たんないっていうのは本当最悪だもんね。え、やばくない？え、当たんなかったらゼロじゃない？もう自腹で500円です。そうだね、もうね、そうだね。自腹で何枚か。あります。私あのパチスロで言うとセイントセイヤ結構、おー、なんかすごい台なんでしょ。そうですね、すごいすごい台です。上にも上がるし下にも下がるっていう、結構収録とかだと迷いどころでもある機種ですね。一回もいいところが見せられないパターンもあるので、
ある意味自己動画になるかもしれないっていうところでは結構あれでしたね。私はね、でもね、それこそでも近江校とかやっぱ打ってたよ。あまあ、安定の海物語シリーズ、うん、もちろんこの台も打ってた、はい、基本アグネスシリーズはすごく好きだから、はい、でもやっぱ海行きたいですね。海行きたい、綺麗なところがいい、綺麗な海に行きたい。海って24時間楽しめますよね。でも夜は怖いかも。あ、本当ですか。怖くないよ。私夜の海とかも結構好きで、昔木更津に住んでた時は車持ってたので、ちょっと海見たいなと思った時に車走らせて一人で海行ったりとか、すごいね、してました。で、鴨川の方に行くとたまに鹿がいたりするんですよ。すごい。朝方とかなんですけど、ああ癒されると思って、いいな。そう思ったらこの前金沢の方にちょっと遊びに、てか仕事ついでに遊びに行ったんですね、うん、そしたら車で行ける砂浜って分かります？金沢の方に行ったことある。行きました、うん、分かる。すごい感動した。めっちゃびっくりした。すごい綺麗なんですよね。すごいよかった。車が入れる、こう走れるっていうのが、走れる、はい、すぐそこ海のそばを走るっていう、はい、その感じがすごく良かった。あそこいいよね。あそこで告白されたらもうたまんないですね。夜夜の海ってでも真っ暗すぎない？でも音がジャジャーンみたいな、ね、誰もいないんですよ。ただ外にこう何海見てて、でも真っ暗だったらさ、もうさ何が何だか分かんなくない？あーでも このちょっと近く行くと白く波が見える、泡が見えるっていうのが、 あ待って、大泡来た。大泡チャス。はい、よしよし。しかも2 持ってますね私たち。そんな回の数字こう来る？来ないですよね。1と2、ね、そして魚群が絶対絡まないっていう、このあ、でもよかった。そうなんですよ、魚群が来ないっていう、魚群来ないっていう。私どっちかというとすごいプレミアムの方を出しちゃったし、確かにっていう、絶対に魚群が出ないっていう、あら技。私は終了です。まあとりあえず残りあと10分ぐらいですかね。10分ぐらいですね。これで13枚、そうだね、13人の方に確定しました。いや、いい図柄出したかったけどしょうがないか。あとは魚群だ、魚群だよみです。あ、びっくりした。魚群とかじゃないね、もう焼くものが、焼くもの、なんで魚群1 まあ、焼かないですけど、虹でも魚群出ないの、虹でも。でもありがとうございます、出来回しました。これは大当たりの子ですね、はい、魚群と一番のチャンスアップが出たんでありがとうございます。いやでも最後良かったですね、ね、2人でやってることができて、もう時間、とりあえずね、時間ですか。あ、終了です。いや本当良かった。最悪さ、本当にこれまでの展開でさ、結構、そうですね、1時間ぐらい当たらないことあったから、ありました。下手したら0枚
の可能性は全然、まあ、ゼロじゃないぞと。いや本当にありましたね。ユーズ取れてよかったよ。さあ、ってなわけで30分経過しました。はい、お疲れ様でした。ですね、見事プレゼントできるクオカードゲットいたしまして、はい、まずフェアリンが私は6枚で、私が8枚で、合計14枚なので14名様に、はい、プレゼントしますので、はい、ぜひぜひご応募お待ちしております。というわけで、はい、2018年の海ぽこりはこれで最後となります。ありがとうございました、はい、本当に皆様ありがとうございます、はい、新番組としてね、はい、2018年に始まったこの海ぽこりなんですけれども、はい、来年も変わらず応援して公式ツイッターでね、ミッションとかにもね、はい、参加していただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは良いお年を。良いお年を。じゃあね、また来年。またね。